毎度おなじみ流浪の番組ドラゴンクエストでございます。今回はですね、ドラゴンクエスト3発売34周年記念ということで、いつもとは違った形でお届けしようと思います。まあ見ての通り、今僕がどこにいるかというと、常夏の島ハワイです。嘘です。見えますかね、後ろに調布にやってまいりました。調布というところはですね、実はもう開発時だから35年ぐらい前ですかね、ドラクエ3はこの実は調布という町で作られていたということで、まあ、今回はですね、その開発の時の何か痕跡をリアルに歩いて、探そうということで、リアルプチドラゴンクエストやっておりますので、どうなりますか、早速行ってみようと思います。寒いから帽子かぶりました。実はあの調布という町はですね、僕も来るの久しぶりなんですけど、何がこうびっくりしたってね、電車がね、まあ、京王線っていう電車で新宿からまあ特急で15分ぐらいなんですけども、電車がね地上走ってないんだよね。地下化になってんの。だからもう南口と東口をね簡単に行ったり来たりできるようになった。昔はさ、あの踏切とかあって、これなんかあと読売ランドの方とかに行く支線とかもあってね、踏切渡るのでもう向こう行ったりこっち行ったりするの大変だったんだけど、今もうね楽だね、これね。地下走ってますよ。でね、ちょうど今これ僕の後ろにある、見えますかね、声優があるんですけど、実は僕はと調布の関わりっていうのはドラクエだけではなくてですね、子供の頃ちょっとこのそばに住んでたことがあって、この上声優ね、これ建物も全くその当時のままだけど、子供の頃自転車でここまで遊びに来るような遊び場でしたよね。地下にね、食料品売り場とか今でもあんのかな、わかんないけど、もう子供の頃の遊び場でまさかドラクエを作るとは思いませんでした。ドラゴンクエスト3を作ったのがマンションの椅子だっていう話は結構知られてることではあると思うんですけど、実はこの後ろにあるこのマンション、ここでね作ってたんですよ、ドラクエ3は。もうねずーっとここにもうほとんど缶詰になれながら作ってたマンション、今でもこっちにあるわけですけど、このマンションちょっと何階だったか覚えてないけど、このどっかで作ってたわけですけど、このマンションのねちょうど向かい側にここにもう一個マンションあるでしょ、これがねちょっと見えるわけですよね、この廊下から。で、まあ、夜とか夕方になってくると中の方がこう明るくて外が暗くなってくるから余計まあ目立つわけですよ。ただまあ多分何の画面でドラクエって分かるのかどうか分かんないけど、まあちょっとテレビゲームは作ってんだなってことがなんか分かっちゃって、でここにね夕方になるとね子供たちがここのね廊下にずらっと並ぶんですよ。でまあ遠くだからまあ見えないだろうと思ってたらね、あの望遠鏡とかで見る子供前に出てきちゃってね、カーテンつけましたけどね、まあそんな平和な時代でしたね。こちらの路地入ったところにですね、当時毎日のように通っていたカレー屋さんがありまして、まあもうこのカレー屋さんがあったからドラクエ3が無事完成したと言っても過言では、まあ、そこまでではないですけど、ちょっと久々にここ入ってみようと思います。
はい、いらっしゃい。すいません、はい、僕ここのそばで35年ぐらい前に、はい、ここでドラクエを作ってたんですけど、あ、お店のご好意で撮影させていただくことになりました。はい、いらっしゃいませ。どうぞ。来ました。はい、いらっしゃいませ。あれ、偶然じゃない？偶然なわけねえだろ。まあ、どうぞどうぞ。懐かしいね、ここ。せたしな。ここのテーブルにもうずっといつもここの席だったよね。ここかその隣か。カウンターで食ってたの記憶なんだよな。カウンターなのに2人で横並びで。こういう構造だったっけ、カレンダー。こういう構造。もう覚えてない。35年ぐらい前の話だからね。終わってんのそれ。終わってんの。もういけない。はい、飲み始め。はい、乾杯。乾杯。乾杯。いや、何の話だよ。今日はこのね、ドラクエが今度34周年なわけですよ、発売から。全部中途半端な周年だね。我々はでもほら、作ってたのは35年前になるわけですよ、だからね。ほう。だから久々にやっぱこの調布という街がね、どうなってるのかっていうのをちょっとやっぱりブラブラブラゴンクエストしてるんです。あ、そういうことやってる。ブラクエしてるんで。調布は作ってたけど、ほとんどそこにしかいなかったんじゃないか。そこか、ここ。そう、終わりじゃん。はい、熱い。俺は食いたいんだよ。だから食いなくて。いいよ。いや、これですよ、これ。玉ねぎがうまいんだよね。こちら、キーマカレーですけど、僕、ここで初めてキーマカレーってものを食べたんだよね。あ、そう。うん。だからもう、僕の中でキーマカレーって言うとこの味になってるわけですよ。もう早いね、もう食べてるよ。うまい。変わんないですか、35年前と。変わんない。うまいね、これ。当時、もう、何ですか、開発行き詰まると、でもここに来る時間って大体もうお昼に来れないんだよね、うん、3時とかさ、2時とか3時とか、そういう時間に来てさ、でもうお腹すごい減ってるじゃない。で、しかももうお金もそんなにあるわけじゃない、うん、けど、ここでママさんが、うん、その見るに見かねてじゃないけど、大量に大盛りに特注の大盛りを作ってくれるんだよ。そう、この倍ぐらいね。倍ぐらいある。円柱、円柱、バースデーケーキ並みになんかこの高さがある。ご飯がね、ですよ。どうですか、美味しいですか。うん、うまい、うん。もうちょっと食レポなんかやってよ。え、食レポ、いや、これなんですよ、これ。これがね、玉ねぎの酢漬けなんですけど、うん、これがですね、これ大量にこうかけちゃう、うん、これがうまいんですよね。かけちゃう、うん、そう、うん、で、食べる、うん、ね、混ぜて。これがうまいんだ。うん、食レポ下手だな。うまい。まあ、美味しいっていうのはもう、うまいしか出ませんよね。俺そんな細かいことはあんねんね。懐かしいし、うまい。すげえ食ってる。うん、うまい。僕も食べよう。わあ、懐かしいね。懐かしい。NHK かなんかね。このエピソードちょっとじゃあ。あれは、僕が夏休みに、うん、NHK の取材で、ゲームを高校生が作ってますっていうんで、何日間か、出たのね、収録して、でそれを夏休みの早朝の番組で流して、それでたまたまうちの高校バイト禁止だったのに担任が見てたっていうオチがついちゃったあれなんだけど、それをブーちゃんが見てた。あ、そうそうそう、うん、見てたの。よくまずそんな朝早く時間に見てたよ。あれ7時前後の番組だった気がする。ものすごい朝早い、なんかニュースかなんかの、うん、うん、どこだった。偶然見てて、うん、で、うちのおふくろと見てたんだよね。もうおふくろも起きてた、うん、で、ゲーム作ってる会社が、うん、高校生のゲームを作ってる会社があるんです、うん、
東京都に、うん、で、うん、電話したんだよね、すごいよね、うん、どこですかと、うん、で言ったら教えてくれたわ、うんうん、今は教えてくれるかどうか知らないけど、うん、当時は教えてくれたわ、うん、でそれが代々木上原、うん、だったよ、うん、そうそうだったの、うん、もうすぐ電話して、それすごいよね、よく電話するってさ、それは何、ブーちゃんだってもともとプログラムはもうできてたわ、できたんだよ、ね、でバイトしようとかそういうの思ってたってこと、バイトはしてたんだけど、うん、巻きながら、うん、NEC のビットインってのがあるんだけど、懐かしいね、ここで TK81 だから、うん、なんかちょっとお手伝い、うんうん、バイトじゃねえから、うん、そんなことをやったんだ、うんうん、でなんかプログラムでなんか作るお手伝いができるよねみたいな感じだけど、バイトやっててっていうのは、うん、君が映ってたその会社、うん、おっこれであるんだと思って、うんうん、で電話して面接したらもうすぐ来いったもん、うん、当時のなんとか社長の〇さんですね、言われて行きました。もう僕ブーちゃんがね初めてあの会社に来た時の光景未だに覚えてますよ。そう、バイクのヘルメットを持ってひょろひょろっと背の高い人が入り口からこう入ってきたのを未だにその光景覚えてます。なんかさ3階とかさなんか2階とかなんかエレベーターなんかでちょっと上がっていく、なんか半人間みたいなのかしらと思う、覚えてないんだけど、とにかく行って総務の女の人かなんか案内してくれて、なんだっけ、パイナップルなんちゃらみたいな MSX のゲーム作ってさ、うん、ちょっと上の男の人、まだ20代の友達が面接したんだよ、名前忘れちゃった、さんの上司、上司、ああその当時ね、うん、その当時なんだっけ、うん、でその人が面接して、うん、でまあ、明日から来てみたいな、そうなんだ、あの NHK のさちょっと逆に来てんだけど、うん、あの NHK が取材した年だったよね、うん、あれってリアルタイムなんでしょ、あの NHK 取材のリアルタイム、リアルタイム、じゃあその取材から俺多分1週間ぐらいの間に、うん、そういうアクセスしてるから、うん、多分そのなんていうか取材受けて割とすぐ来たってことだよね。すぐ来た。だってあの放送が夏休みに入ってからなはずなんだから、うん、夏休み中の朝の番組でやってたはずだから、それでだって夏休みに MSX のゲーム1本作ってるわけで、うん、そのまんま、でちょっと分かんなかったのが去年の話なのか、あ違う、あれは収録ね、収録が多分7月とかにしてそのまんま7月中にオンエアした。でなんかでだからその後すぐブーちゃんが来たってことで、じゃあ一緒のあれだ、波に乗ったわけだ、そう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 、一人一本作るのに、あれはでもすごかったですね、破裂を極めたね、早もうそのブーちゃんの行動力がすごいなと思いますよ。いやだって俺は探してたの、でもそれ電話してまた教えてくれるところもすごいよね、 NHK ね、今だったら NHK 全部丁寧に全部教えてくれて、ランボーじゃん、ランボー、ランボー、ランボーの声ランボー作ってる頃に、あの頃にもうファミコンがとんでもない勢いでもう出る、売れる本数が何十万本で、パソコンのゲームって数千本なんだよ、だから桁が2つぐらい違うっていうの、で、どうせならやっぱりね、いろんな人に遊んでもらうゲームを作りたいよねって話を2人でしてて、そうそう、それでそれでファミコンのゲーム作りたいねって言ったけど、そのまま会社は作ってなかったから、うん、どっかでファミコンのゲーム作らせてくれないかなって言って、もう電話したんだよ、片っ端から。あ、そうそう、電話したんだよ。それこそ任天堂からもう大手の作ってるところにどんどん電話して、あのファミコンのゲーム作りたいんだけどっていうふうに言ったら、エニックスだけがちょっと君来なさいって言ってくれたの。他のところはいや、うちはそういうのやってないんですみたいなことでやんわり断られたんだけどエニックスだけはそれ言ってくれたの。そうだそうだそうそうそう、で行ったんだよ、でエニックスにブーちゃんと2人で面接に
西新宿のね、うん、エニックスに行って、うん、で面接を受けたのがきっかけで、そうそう、俺たちあれだよ、あの通されて椅子に座ってたら、うん、あの当時のほらプロデューサー、うん、木田さんがやってきて、うん、名刺は立って受けてるもんだって木田さんがね、木田さんが名刺くれたんだけど、こちらここに座ったまま受けちゃったんだよね、名刺は立って受けてるもんだって田舎もんだからさ、田舎もんってよく分かってない、公式を知らないからよく分かってないから、ね、第一声そうだったね、君たち名刺は立って受け取るもんだよ、ね、勉強させていただきました。あの子でもあの子ですね、即採用にはならなかった気がする。実は後で連絡するから、後で連絡するから、で何日後に連絡してくれって言われたから、何日後に内田さんに電話したら、あのやってもらうことになったからっていう話を受けた記憶がある。君はあの先に入った、うん、で俺はなんか受験だったのかな、なんか後で入った、少し経って1ヶ月ぐらい、そうそう、実際には僕はまだだから専門学校に席があった頃だから、だから二十歳になるちょっと前、19ぐらいの時に中ソフトに入って、はい、でもうその頃は2を作ってる最中だから2には参加できなくて、まあ、もちろん650も知らないし、ファミコンのことも何も知らないから、そこから入ってもね、何もできないということ で、うん、でしばらくなんかそれこそドラクエもやったことなかった、ドラクエやったりとかなんかいろいろちまちましたことやって、4月から開発がスタートした。そうそう、で俺がしばらく経ってきた、うん、確かなんか学校の感じだと思う、学校だってもう受験じゃないし、だってもう学校はだって大学にはもう入ってんだから、入ったんかな、俺入ってる、いや入ってたでしょ、あれ入ってない、いや入ってないと思うんだよ、受験生だったよ、その受験生っていうかもう全然勉強してないんだから、あそうで、そう、それで大学行ってから行ったんだよ、うん、それで、でもその時に俺はユニクスに連絡したら、千田さんじゃない人が出て、うん、君は別のところに行くことになったからって言われて、うん、はぁみたいな感じで、うん、なんか話違うよね、うん、で、なんか全然違うプロジェクトがあるからそっちに行きなさいって言われたんだけど、その中村さんに連絡したら、いやうち来ることになってんだけどどういうことってなって、いや俺よくわからないって言ったら、もういいや来てって、それなんか話違うからって言って、うん、で主に行ったんだ、そんなことがあったの、あった、うん、後から聞いたらそれはなんか暴虐だったっていうか、うん、そっちのプロジェクトのプログラマー探してた、うん、何のプロジェクトか知らないけどね、まあ、とにかくそのサイティングしたブーちゃんのテレビ見て、うん、どこの会社なのかとか教えてくれって電話したりとか、うん、まあ、僕もねそのファミコンの作ってる会社に片っ端から電話して作りたいっていう、まあ、そういった積極性があったからこそこういったプロジェクトに参加できたと いうことで締めようと思ってるんですね。あ、え、いいんじゃないですかじゃあ皆さん積極的に頑張りましょう。そうしましょう結局この後飲み行く行くこの辺分かんないんだけど2つ日だね行くじゃあ飲み行こうか、うん